え藤秀樹は、日本の政治家。大阪府堺市長、大阪維新の会顧問。元大阪府議会議員。兵庫県芦屋市生まれ。兵庫県立加古川西高等学校卒業。1999年大阪府立大学経済学部卒業。SI 企業、o b i クでシステムエンジニアとして勤務。2006年。 ファイナンシャルプランナーとして株式会社マキシマイズを設立。高校卒業まで兵庫県加古川市で育ったが、親の転勤により幼少期に堺市の仙北ニュータウンに住んでいたため、堺が大好きだし、一生この地で暮らすつもりです。自分が住み続ける町だから、なおさら良くしたいと考え、2011年4月の第17回統一地方選挙の 大阪府議会議員選挙に立候補。大阪維新の会候人で初当選した。2015年4月の第18回統一地方選挙で府議に再選。2期目の任期の途中で辞職し、堺市長選に出馬した。なお、2019年4月7日投開票の大阪府知事選挙では、維新候認で出馬した吉村博文陣営の事務局長を務めた。 2017年9月の堺市長選に大阪維新の会公認で立候補するが現職の竹山治に敗れ落選。この時点で一度政界引退を表明した。2019年4月22日に竹山市長が自らの政治資金疑惑を理由に市長辞職届を提出したのを受け大阪維新の会は再び長藤を市長候補へ擁立することを決めた。 これを受けて、A 富士は5月7日に記者会見を開き、政界引退を撤回し、市長選へ出馬することを表明した。同年6月9日の投開票の結果、無所属の野村智明を破り、当選。翌日6月10日に市長に就任。政令指定都市市長では当時千葉県千葉市長であった、熊谷俊二に次2番目に若い市長となったが、2021年に、 熊谷が千葉県知事選挙に立候補して失職したため、現在は A 富士が最年少の政令指定都市市長となった。ちなみに A 富士の出身高校である加古川西高校と熊谷の出身高校である白両高校との間の距離は 7km 程度で、至近距離に位置している。前者は公立、校舎は私立の地域を代表する進学校である。 ありがとうございます。